こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました今月食べて美味しかったものベスト3を発表していこうのコーナーでございます。というわけで今回は2016年11月分のランキングでございますが、今月も美味しいものをたくさんいただいてきましたので選ぶのにかなり苦労しましたが、早速発表していきましょう。第3位はなんとロッテリアさんの松阪牛ハンバーガーでございます。これはその名の通り松阪牛で作られたパテが使われているハンバーガーなのでございますが、お値段がなんと2000円もするんですね。だからはっきり言ってちょっとでも美味しくなかったら、いやなんだこれはと、満足できないぞと、この動画お蔵入りになっちゃうぞっていうちょっとドキドキ感もありながら食べたんですけれども、まあ美味しかった。今でも口の中は松阪牛バーガーに対して未練タラタラなんですね。松阪牛バーガーに会いたくて震えてるんです。そのくらい感動的に美味しかったんですけれども、コメント欄を見ていきますと、まあ、そりゃそうだよねっていうコメントもチラチラ目につきました。まず空洞ですさんから、ハンバーガーに2000円、クオリティが高くても1000円までかな。まあそうですよね。本当にただのお昼ご飯として食べるんだとしたら、ハンバーガー1個ね、単品だったら400円でもう、あ、ちょっといってるなって思っちゃうくらいですから、こういうね、もっともな意見ならまだしも、今月もね、僕あんだけ言ってんのにちょっとよくわかんないコメントがちらほら目につくんですよね。ちょっとこちら見てください。これ多分お名前的に鉛筆さんだと思うんですけれども、下でメガネをずらしてください。どういうことなのだから。意外とね、ハイジーさん鼻にすら届かないのよ。顎がこんだけ長かったとしたら、この顎の先から舌を伸ばしてこうずらすことはで、あ、ちまって顎の先から舌出ねえわ。さらにマスクチャンネルさんですね。これ顎で飛行機の離陸と着陸をやってください。どういうことなの？第2位はローソンさんの宇治抹茶のもっちりとした生どら焼きでございます。これはお値段打って変わって160円という非常にお求めやすい価格なのに、こんな完成度なんだっていうちょっとびっくり商品でございまして、上品な甘さの粒あんとちょっと苦味のある抹茶クリームがこうどっさり合わさって、それをもっちりした皮でポンって包むという、このチャンネルで紹介してからいろんな学生さんたちから勉強の合間に楽しみでこれ食べてるんですしょっちゅうみたいなことを結構いただくんですよ。ちなみにこの動画のコメント欄に関しましては、カンカントミトミーさんから、ハイジーたくさん食べてるのに太らなくてずるいと思う人っていう、コメントがございまして、これにグッドボタンが41件今の段階でついてるんですね。実際本当に太ってないのかって自分でも実は分かってないんですよ。自分がこのチャンネルを始めた頃っていうのは体重59キロだったんですけれども、今3年くらいやってきてどのくらい太ったかっていうのをちょっと珍しく体重計に乗ってチェックしてみたいと思います。ではこう切っていきますよ。はい。え、待って痩せちゃってんだ。ま、動画以外ではね、奥さんがヘルシーなお料理作ってくれてるから、それのおかげかな。第1位は流れ焼肉ワンダーさんのとろ肉3秒炙りでございます。これは言うまでもなくというか、その焼肉屋さんでメニューを開いた瞬間に、これ俺が絶対好きなやつだって思って一目惚れして、その日は動画的には違うお肉を食べる動画だったんですけれども、一応とろ肉3秒炙りも注文して食べてみたところ、半端じゃない破壊力でございまして、店員さんがもちろん3秒でもいけるんですけれども、僕が個人的に一番美味しいと思ってる焼き方もじゃあやってあげましょうかって言ってやってくれて、その焼き方もやっぱり半端じゃなく美味しかったんです。もしかしたらあれって味付いてなくて、あの舌触りのものを口に放り込んで入れておくだけですごく幸せな気分になっちゃうんじゃないかなっていうくらいの食感、本当にびっくりしまして文句なしの1位でございました。でコメント欄に関しましては、サムライジャンプさんから、寝る前に見てお腹空いて我慢するという苦行に毎日耐えていますという、謎の自分を苦しめるという行為を毎日行っている方でございますが、そのもだえてくれてる感じはなんか嬉しい、私としましても。あとこちらちょっとふざけたコメントも多かったんですけれども、望月智弘さんから、やはり
顎は網で焼いてこそですよねっていうのはどういうことでしょうかね。そもそも顎は何かしらで焼くものっていう前提で話を進めていますが、網でももちろん焼きませんし、フライパンでも直火でも焼きません。ふわふわっちで意味不明なコメントしているもの、名工技塾で勉強を教えてますよね。教えてません。教えてませんが、なぜかこういうコメントが YouTube のコメント欄ですとか Twitter 宛てに結構毎月5、6件来ます。名工技塾にいるの？この顔が。